ランズベリーアーサーのバルキリーラジオアナトミア。こんばんは、バルキリーアナトミアジオリジン、ルナセーフ役、トーマユミです。同じくバルキリーアナトミアジオリジン、アルトフェイル役のランズベリーアーサーです。読む、聞く、泣けるスマホ RPG、バルキリーアナトミアジオリジンを盛り上げるラジオ番組、はい、今週もスタートいたしました。よろしくお願いします。そう、今トーマさん、先週、はい、話そびれてしまったなことがありまして。何？あの、昨年末に、うん、トーマさんついにあのスマホデビューを。あ、そうそう、アーサー君がすごい驚いてくれて、もう私としてはもう超満足だったんだけど、去年の最後にもうあの年2018年1ぐらいの勢いで驚きました。本当にって固くなに買えないって言ってたのにみたいな、うん、まあ、そこからなんですけど、うん、どうです、使いこなされてますか？今もう慣れてきて。こなされてると言われるとわからないけど、でも使えてます。もうでも慣れてきたぐらいの頃ですかね。あのボタンがない違和感って最初あるじゃないですか、うん、元々のガラケーから変わった時って、うん、もうその辺は慣れたりして。慣れたというよりは気をつけてます。気をつけている。なるほど。そしてお正月を挟んだので、うん、きっとトーマさんもあのお正月のお休みには、うん、バルキリーアナトミアをたくさんプレイしてたことかと思うんですけども、うんうん、どうですか？うんうん、うんうんっていうのはあのつまりダウンロードはしてない。してくださいよトーマさん。ダウンロードしてもいいんですよ。あの無料でねダウンロードできますし、ワンボタンピッて押せば入ってきますよ、うん、勝手に、うん、なんだかピンときてない感じですけど、欲しいな。ちょっと頑張ってプレゼンしていきたいと思います。ということで今夜も早速始めていきましょう。我と共に生きるは霊言なる勇者、いでよ。トーマユミ、ランズベリーアーサーのバルキリーラジオアナトミア。この番組はスクエアエニックスの提供でお送りします。トーマユミ、ランズベリーアーサーのバルキリーラジオアナトミア。バルキリーアナトミアジオリジンのレナセーフ役、トーマユミです。アルトフェイル役のランズベリーアーサーです。ではではリスナーから届いたお便り紹介していきたいと思います。はーい、ラジオネームオートミートさん、ありがとうございます。ありがとうございます。トマさん、アサさん、こんばんは。こんばんは。クリスマスから年始の休みにかけて映画をたくさん見るという目標を立てました。おう。しかしやはり好みに偏りが出てしまったり、うん、そこまで詳しいというわけでもないので、どれを見たらいいのかわからなくなってきています、うん、お二人のおすすめの映画があれば教えてください。どんなジャンルが好きなどでも大丈夫です。アナトミアの映画とかやらないかな。そうですね、映画、まあ、あの久しくやっぱピンポイントで見たい映画とかはあるんですけど、うん、がっつりとりあえずむさぼるように見るみたいなことは昔よりかはやっぱ減りましたね。うね、うん、でもそうだな、まあ、アクション系好きですね私は、うん、ドンパチしてるのが好きなんですけど、うんうんうん、トーマさんはジャンル的にはどうですか？うん、私も結構やっぱりアクション系好き。あ、そうなんですか、うん、なんか意外というか、なんていうか、サスペンスとかその考えるのが多い作品を好きそうなイメージが。あ、そういうのも好きよ。はい。うん。なんか特にじゃあおすすめとかあったりしますか？まあ、そんなこうアクションとかサスペンスとかって言っといてなんだけども、はい、やっぱり昔の映画はいいよね。そうですね。うん、安定感がなんかあるというか、なんていうか安心して見られるというか、うん、昔のやっぱ記憶に残ってますからね、強く。やっぱりこう何度でも見ちゃうなっていうのはあるかな。うん、私も結構印象に残ってる映画たくさんあるんですけど、うん、なぜか高校生学生ぐらいの時ですかね、うん、キャッチミーイフユーキャンっていう映画があったんですよ。ディカプリオさんが主演でやってて、うんうん、まあ、その刑事と追いかけっこをするみたいなのがあって、うん、その映画がすごい印象に残ってて、うん、なぜか当時多分5回6回ぐらい DVD で見た記憶がありますね。でも全然本当にいい映画なんですけど、うん、なんでそんなにあの映画を何度も見てたかは未だによくわかんないんですけど、多分何か当時の自分に刺さるものがあったのかなっていう気はしてます。私やっぱりこう結構ほらアンケートとかでもさ、はい、好きな映画なんですかとかってあるじゃない。あります、うん、そうすると大体私は一番最初に挙げるのがサウンドミュージックなんだよね。あ、いい映画ですよねやっぱり、うん、なんか思い出の映画ってやっぱいろいろ辿っていくとあれかなみたいな
ポンと出てくるもの1個2個ぐらいありますよね。そうだね、ちょっと皆さんの思い出の映画も気になるな、バルキリーの映画もね、アニメ映画とかでいいんで30分ぐらいでいいから、なんか30分、もう15分でもいいです、なんならもう15分の映画とかでも , 笑ってる笑ってる今日笑ってる、ぜひお願いします、はい、次行きたいと思います、はい、ラジオネーム片さんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。由美さん、アーサーさん、こんばんは。こんばんは。どうも。イベントアリスのおとぎ話を遊びました、うん、寝つきが悪い人のためにアリスがお話を聞かせてくれるのですが、登場人物に変態レザードが出てきて逆に目が覚めそうな展開が面白かったですお二人は寝つきが悪い時どうしていますか。寝つきが悪い時、そうですね、まあ私結構寝つきが悪い方でもあるんですけど、最近気づいたのが、まあ改めて気づいたのが、寝ながらゲームすると、あのベッドに入りながらゲームをすると一瞬で眠れるというのに気づきました、え、眠れるの。眠れます。なんかあの急にそれまで楽しくしてるゲームも、布団に入ってコントローラー握ってやってると、なんか急にだるさを感じて眠くなるんですよ。一瞬で眠れます。っていうことはゲーム機を握ってる時が朝くん一番リラックスしてるんだね。多分おしゃぶりみたいなもんなんでしょうねすごいな。安心感があるのかもしれないです。なんかでも本当にあのね、ベッドとかで横になってやってると途端に眠気がきますね、スンと。すごいな。トモさんはどうですか。私はもう本当、何、夜を特化して朝になるのが多いので日々、はいはい、もう寝ないきゃなって思うんだよね。で最近ベッドまでたどり着けないことが多くて結構ですねそれは、だからどうされてるんですか。だからその結構夕飯も遅かったりするのね、はい、全部こうあの仕事終わって帰って、はい、でそっからいろんなことをして作ってとかっていうと、だからそれこそもうすごい時なんて深夜1時とか2時に夕飯だったりして、で夕飯食べてふーって一息ついた瞬間にもうあれすんって、そうもう落ちてる、落ちてて、そっからもうなんか3時間ぐらい経ってて、あ、まずい、とりあえず後片付けをしようと思って後片付けをして、後片付けちゃんとそこでされるんですねします、先に寝るわけじゃないんですね、しないしない、で後片付けして、なんかいろんなことをやって、またで明日の準備とかもして、はい、あ、とりあえずじゃあ布団入って寝るかって思うか、はい、うん、このままもうちょっとここで仮眠取っちゃうかっていう生活をなんとなくそんななんかあのバルハラの宮殿みたいな感じの広さなんですかここで仮眠取ろうというか、もうちょっと歩けばお部屋に行けるじゃないですか絶対行けるそれもちゃんとあの歯磨きして布団に行って寝てくださいよ。だからね、ご飯食べたらね、とりあえずすぐ歯磨きはするの。もう寝る準備してるじゃないですかそこでその段階でもう着替えてベッドに行ってくださいよトモさんね。もうちょっとじゃあのぜひね、あの力振り絞って頑張ってください、はい、ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。引き続きアナトミアをプレイした感想や私たち2人へのメッセージをお待ちしています。トーマユミ、ランズベリーアーサーのバルキリーラジオアナトミア、続いてはこちらのコーナー、バルハラ子供電話相談室。良い子のみんなから届いたバルキリーアナトミアに関する疑問質問に答えていくよ。じゃあじゃあ早速良い子のみんなと電話をつないでみよう。もしもし。はい、どうも、お名前は？マナトです。あー、マナトくん、こんばんは。もう学校は始まったのかな。うん、毎日元気に学校行ってるよ。いいね、偉いね。え、だって学生は学校に行くことが仕事だからねそうだね、うん、じゃあ今日も僕のお友達の質問に乗ってもらいたいんですけど、いいですか。はいはい、どうぞ。はい、ジークフリートくんからです。はい、どうも。新たな武器の実装のプロセスと期間を教えてください。あー、確かに気になるな。じゃあこれも木村博士に聞いてみようかな。木村博士。はい、これはどうですか。そうですね、まあちょっといろんな要素が絡み合うので、あの一概にこれっていうのも結構難しいんですけれども、はい、まずはですね、一般的な武器の場合なんですけれども、はい、まずは配布バランスの調整と属性と武器種をそれぞれ決めるっていうのがまず前提にあります、はい、あのバランス悪く
剣ばっかりとか、そうですね、あのにならないように、うん、このタイミングではこの武器に主にしようとか、はい、このタイミングではこの属性にしようっていうのをまず決めて、その後デザインを起こして、それでデザインができたところから 3D 化して、はい、それ 3D 化ができたら能力の設定だったりとか実装の方に入っていくんですね。でそれが全部できた後、今度は QA チェックっていうものが入りまして、はい、QA チェック、はい、それが全部通って、完成っていう形になるので、まあ早くてもやっぱりこれも1ヶ月から2ヶ月ぐらいは武器1個でかかってます。ただその間ずっとあのかかりきりっていうわけではないので、同時進行でいろんなものと、そうですね、はい、私がすごい気になってるのは、うん、あの武器の名前が本当にもうあの、はい、まあ、いわゆるあの中二病ってわけじゃないですけど、はい、そのね発想をどなたがその延々と湧き出る中二病のその思いをパッションをぶつけてきてるのかがすごい気になるんですよね、はい、あれはですね、もう開発者の中にそういう、はい、そういうのが得意な方がいるので、得意な方が仲良くなれそうな気がする、はい、ちょっと会ってみたいですね、はい、ぜひ。QA チェックの QA はクエスチョン&アンサーですか？そういう説もありますけれども、まあ、一般的にはクオリティアシュアランスっていうものですね。はい。はい、あの、品質を、あの、保持するために、それ専用の人たちがいて、それを一生懸命こう、これはダメですとかっていうのを言ってくれて、そのチェックが通ったら実装に回るっていう感じですね。なるほど。クオリティアシュアランス。アシュアランス。はい、うん、これでじゃあジークフリート君も分かったかな、だいたい1ヶ月ぐらいってことですね。はい、うん、じゃあもう一人いいですか。はいはい、どうぞ。アールグレイ君からです。アールグレイ君ありがとう。木村博士に質問があります。はい、前回キャラクターの実装に 4,5 ヶ月ほどかかるとおっしゃっていましたが、うん、キャラクターの衣装の実装にも数ヶ月かかるのでしょうか。あ、まあ、確かにイベント衣装とかもね、配布がいろいろあるけども、これはどうですか、木村博士。はい、こちらはですね、意外とこれそこまで時間がかかるものではなくて、はい、衣装っていうのは基本的にはもうキャラに着せてしまえばいいので、うんうんうん、デザインさえあれば、割とその 3D の作業のみで、あの、済むパターンっていうのが多いので、はい、そこまで長くはかからないですね。やっぱり、それでもやっぱり時間がかかるので、1週2週ぐらいはまず、実作業にかかったり、はい、でそれとは別にコラボとかの場合はさらにこういろんなところにチェックを出したりするので、うんうん、まあ、プラスアルファの期間がかかるかなという感じです。でトータルで見てもやっぱりこちらの衣装もトータルで見たらやっぱり1ヶ月ぐらいはかかってるような印象ですね、うんうんうん、どっちかといえばコラボ衣装の方がやっぱ大変ってことですよね。そうですね、コラボ衣装だったりはいろんなところのチェック期間を通るので、別の会社さんの、ね、兼ね合いもありますもんね。そうですね、着せていいかどうかとか、はい、でそれでちょっとダメって言われた場合はもう一度やり直しとかが発生したりするので、やっぱりそのあたりをちょっと気をつける期間があるって感じですね。はい、わかりました、ありがとうございます。アールグレイ君もきっとわかったかな、これで。うん、どうマナト君、大人の世界はとても大変なんだなっていうことが僕も分かりました、知らなくていいことどんどん子供がクオリティアシュアランスな質問をお届けできるようこれからも頑張っていきたいと思います。いつもありがとうね。まあまあまあ、なんかこれにも慣れてきましたね。慣れてきましたけど、ね、この速さにも多分そろそろ来るんだろうなぐらいの気持ちでこっちもなんか心構えが。ということで、たくさんあの、木村博士、今日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも引き続きあの、素朴な疑問質問お待ちしてます。トーマユミ、ランズベリーアーサーの、バルキリー、ラジオアナトミア。続いては、こちらのコーナー。バルキリー、ウィンターキャンプ。リスナーの皆さん、そしてトーマさんにバルキリーアナトミアをプレイしていただき、この冬の間にぜひバルキリーアナトミアマスターになってもらおうというコーナーです。今回ですけども、トーマさんがスマートフォンに機種変したということで、はい、バルキリーアナトミア The Origin インストールの儀式をこのラジオでお届けしたいと思います。おう、トーマさん、はい、どうしました、キョトンとされてますけど。いや、あ、ふーんって思った。違う、トーマさんが当事者なんですよ。おお、そうか。じゃあもうスマホ取り出してください。はい、そんな中もう手ぶらの状態じゃなくて。はい。あ、そう。
トモさん、今年の目標、先週フロンティア精神で行くと書かれたじゃないですか。うん。これがもうフロンティアですよ。ニューフロンティアです。あ、そこのフロンティアはいいです。そこのフロンティアはいらない。うん、なるほど。もうフロンティア精神がちょっと破綻しつつありますけど。まずね、アプリストアっていうものがありますので、うん、アプリストアっていうところに行っていただいてもよろしいでしょうか。アプリストア？はい。アプリストアというボタンが必ず最初備わっているはずですので、そこを押していただければ。メール来てたよ。どうですかね。いらないの、私結構表示してないからな。大丈夫です、いります、アプリストア。どんなマーク、ちょっと見てもいいでしょうか。はい、これですね。どれ、このストアというものが、うん、そのプレイストアというところを押していただいて、うん、そこでバルキリーアナトミアと文字を打っていただければバルキリーアナトミアです。トマさん、プレイストアからバルキリーアナトミアで検索してください。その上の方に検索ボタンみたいなのがあると思うので、うん、文字を入れる場所があるので、うん、そこを押していただいて、うん、バルキリーアナトミアとうは点々ですバルキリーアナトミアです、検索してください。今すぐに早く早くとか言わない、ちゃんとやってる。ちょっと待ってだってさ、バルキリーってさ、はい、なかなかさうが出てこないんだよね。うの後に点々のボタンを押すとつきます。ちゃんとちっちゃいうになっちゃうんだよ。ちっちゃいうになってしまう、うん、多分もう一回かもしれないですね。点々の場所、もう一回、ちっちゃいうの後にもう一回かもしれないです。え、どういうこと。点々の場所もそのスマートフォンで多分その文字の打ち方がちょっと様々あると思うんですけど、だってほら見てて、はい、ここでしょ、はい、あいいうでしょ、はい、で点々押すでしょ、はい、ほらもう一回押してみてください、その点々の場所よ。本当だ、すごい。それそれで、そうやるんだ。これで、はい、まずうの関門をクリアできたので、あとはちっちゃい次はアです。バルバルキリーアナトミアです。いや先は長いな、これまず文字を打つところから。出たよ。出ましたか。うん、その後にそこのバルキリーアナトミアのところをタップしていただくと、うん、インストールという文字が多分あると思うんですよ、うん、押してください。インストール、アカウント設定の完了を、アカウントを確認して、はい、アプリのインストールを続行してください。あ、そうか、トーマさん、そのプレイアカウントがな、なるほど。まずじゃあ多分そのすいません、私が悪かったですはい、すいません、私が悪かったです。まずじゃあそのこの収録が終わった後に、うん、その Google プレイのアカウントの取得方法をお伝えしますので、目の前にあるのに、もう、悔しい。じゃあ、収録があるから機内モードにしとこっと。あ、ネット回線が切られちゃった。また教えますので、はい。お願いします、トモさん。はい。どうか。はい。ということで、リスナーの皆さん、なんとかスマートフォンを手に入れて、プレイストアに行ってもらうところまではこぎつけたので、これからね、頑張ってアナトミアインストール、トマさんにしてもらおうと思いますので、ぜひ皆さんからも熱いお便りでのエールをお待ちしています。これずっとやってたら番組終わんないかな。そういうコーナーじゃありません、トマさん。はい、はい。ということで、以上、バルキリーウィンターキャンプでした。トーマユミ、ランズベリーアーサーの、バルキリーラジオアナトミア。続いては、こちらのコーナー。バルキリー総選挙。リスナーの皆さんからバルキリー関連の推しキャラクターを教えてもらうコーナーです。はい、実は以前このコーナーで、うん、アドニスというキャラクターを紹介したら、うん、ツイッターでアドニス祭りのようなものが軽く行われたようでして、え、何その祭りって、なんか昔、うん、その当時ゲームをプレイされてた皆さんが書いたアドニスの画像がインターネット上に貼られていったとか、そうでないとか、意外と皆さんだから秘めた思いがあったみたいですね。じゃあ好きだった人いっぱいいたんだね。そうですね、やっぱその語られないストーリーとかもいっぱいあったりしましたし、うん、そういったキャラクターがたくさんいましたので、うん、VP2 の推しキャラクターの話で結構盛り上がったそうです。うーん、まあ、今日はねその勢いに乗ってまたどんどんいろんなキャラクター紹介していきたいと思います、うんうん、はい。ではではまずこちら、はい、ラジオネーム星の魔術師ステラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。トーマさん、アーサーさん、こんばんは。こんばんは。どうも。私は
全シリーズのキャラの中でもやはりラインヒルデ様が一番好きです。どのくらい好きかと言いますと、票数で言えば一計票くらい入れてしまいたいくらいです。すごいな、すごいですね、すごいな戦闘では特大のボウガンを抱えて勇ましく戦うところや、敵を撃破した後その場で正座をする姿がセリフと相まってとてもかっこいいです。また夫であるオーギュスト様とのおしどり夫婦ぶりも本当に素敵だと思います。特にセラフィックゲートでの熱々ぶりは見ていて思わず身もだえしてしまうほどでした。お姫様抱っこされるところが最高に可愛らしかったです。あと悲しいシーンではあるのですが、オーギュスト様は生存時にラインヒルデ様に女神の羽を使った時のイベントで、夫婦が会話をするシーンも気に入っているイベントの一つだったりします。そして実は息子よりも実力があるけれど、今は現当主である息子に遠慮していたり、娘が母親である自分よりも胸が小さいのを気にしているらしいことを察して晒しを巻いていたりなど、母として愛する子供たちへの気遣いを欠かさないところも本当に大好きです。最後に、とても難しいことなのは承知してますが、私はラインヒルデ様かっことオーギュスト様のアナトミア参戦をいつまでも心待ちにしております。へえ、本当に好きなんだね。まあ、このキャラクター結構インパクト強いキャラクターでした。3DS 版のトガを背負うもののキャラクターでして、うん、でその時弓を使うキャラクターでして、うん、技名が確かベリアル・ワルツっていう技だったと思うんですけど、うん、まあ、そのオーギュストという旦那様がいまして、うん、まあ、その夫婦ともに仲間になって戦っていくキャラクターなんですけど、とにかく声が強くて、うん、声がもう力強いですね。何か攻撃の声だったり、ダメージを受けた時の声が非常にインパクト強く、うん、まあ、そのインパクトの強さがあった記憶が私の中にはあります。なかなかね、ちょっとトガもっかいでもなんかこうやってみんなの推しキャラクター聞いてるとやりたくなってきますね。うん、すごい。はい、トガありがとうございます。はい、もう一つぐらいいけますかね。はい。次行きたいと思います。ラジオネームパカパカカッパさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ああこれもトガですね。うん、トガを背負う者よりヒューゴーに一票投じます。ゲーム序盤から使える槍使いとして便利なことや、大塚明夫さんのダンディーボイスももちろん魅力的なのですが、私が注目したいのはその決め技、グランドスピアです。技名からは槍を使った強力な一撃を連想しますが、その内容は蹴り攻撃を連発した後、槍から旋風を出して攻撃するという、それって槍の必要あるのだろうかと、ツッコミを入れたくなってしまうような技なんです。アナトミアではまだ実装されてないですが、もし実装されたら、やっぱり槍使いの連続蹴りが見られるんでしょうか？それともしっかり槍を使った技を使うヒューゴが見られるんでしょうか？どちらにしても見てみたい気がします。うん。槍から旋風を出すのね。ってことは、そうだね。槍である必要はないんだよね。そうですね。まあ、あと、その、技のカットインが入るんですけど、グランドスピアーっていう大塚明夫さんの声とともに、うんうん、ひたすら蹴ってます。え、自分の足で？足で。それが技のメインなんだよね、きっとね。技のメインです。その最後に槍をピュンと振り回して。と風が出てくるのね。風を起こします。うん。杖でもいいよね。まあ、言うなればそうかもしれません。そうだね。はい。でも、なるほど。うん。まあ、このゲーム序盤に仲間になるキャラクターなんですけど、うん、確かヒューゴーが息子さんが殺され、息子に殺されかけた、とかで、で、部下を失ってしまい、うん、傭兵になるんですけど、うん、傭兵になってあてもなくさまよってる時に、うん、主人公のウィルフレドたちに出会うとか、そんな流れだった気がします。なるほど。まあ、あの技は本当にインパクトかなり強いので、ちょっと見たことない方はぜひ、プレイして、見てほしいですね。うん、そうだね。グランドスピア、本当にキックいっぱいしてるんで。それで、こう、この、なんだろう、画面でさ、はい、多分決め台詞っていうか、こう、有名な台詞、もうよせ、戦場に身を置くのはって言うんだもんね。はい、まあなんか決め台詞。だよね。もうよせ、戦場に身を置くのは確か、ウィルフレドに言ってた気がします、これは。はい、まあそのウィルフレドが、レナスを追ってさまよっているので。なんか そんなんだった気がするんですけど、どっちだったっけな記憶があやふやになってきますね。いやいやいや、ちょっと私ももう一回記憶を蘇らせるために VP2 とかとか遊びたいと思います。はい、ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続きこのバルキリー総選挙では皆さんが一票を投じたいバルキリーの推しキャラお待ちしています。トーマユミ、ランズベリーアーサーのバルキリーラジオアナトミア。
バルキリーインフォメーション。まずは開催中のイベントから紹介します、はい、現在バルキリーアナトミアでは白き麗しの翼前後編を開催中です。アーリーに襲われた際負傷させてしまった仲間に負い目を感じる白霊、そんな彼女に再び黒いバルキリーの魔の手が迫ろうとしていた、うん、2019年新年イベントで総国の戦乙女白霊、氷炎、剣が登場しています。続きましてイベント先出し情報です、はい、休日を挟んで1月15日火曜日からは新イベント黒曜石オブシリアンの価値の開催します、はい、アーリンが差し向けたホムンクルスをなんとか退けた白霊、そして敗走を余儀なくされたホムンクルスは森へと身を潜める、こちらは2019新年イベントの第2弾となっておりまして、うん、新規キャラクター黒曜闇体験が登場します。黒曜というキャラクター名です。お新キャラクターで、これはなんて言ったらいいんですかね、まあその白霊の、うん、その分身というわけじゃないですけども、うん、まあそのそういうことですよ、うん、なんかパラレルワールドというか、うん、その別の世界の、うん、別の世界軸みたいな感じで育った白霊の姿ですね。すごいね、コムンクルスの。え、かっこいいよね。かっこいいですね、かなり。これは声が北村恵里さんが担当されてまして、うん、これも白霊の時と一緒で大当たりの、あ、またイラストがね、イラスト違いがきっとかなり強いキャラクターになってるんじゃないですか。すごいかっこいいね、このなんか、まあ、白霊、まあ、白だけども、はい、白霊はこっちはこうダークなちょっと妖艶な感じで、うん、白と黒で、ね、ちょっとねぜひこれゲットしてみてください。はい、続いてバルキリーアナトミアでは引き続き2019年芸春記念キャンペーンを実施中です、はい、豪華なログインボーナスが手に入るのでぜひログインしてくださいね。以上バルキリーインフォメーションでした。お届けしてきた東真由美、ランズベリーアーサーのバルキリーラジオアナトミア、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい、トマさん、はいはい、私から一つお願いがありまして。何でしょう。ちょっと早いんですけど、2019年のトマさんへのお願い、うん、はい、一つ目いいでしょうか。何でしょう。一つ目ってことはいっぱいあるのかもしれません。はまあ、その一つ目のお願いなんですけども、うん、まずはトマさんにGoogle アカウントを取得していただきたく思います。あ、大丈夫。違うんです、大丈夫とかじゃなくて、うん、Google アカウントを取ることによって、うん、バルキリーアナトミアをダウンロードすることができて、うん、遊ぶことができるんですよ、トーマさん。でもさ、私すごくゲーム音痴だから、はい、多分プロファイルの時もそうだったけども、はい、オープニングを見て、はあ、終わったって思えちゃうんだな。もう最悪それでもいいです、もはや。あ、そうなの。バルキリーアナトミアをインストールしてください。うん、2019年始まったばっかりだからね、ゆっくり行こう。違う違う、トマさん、気長に行くもんじゃないんですよ、これもうポッポンと取れるんでお願いします。はい、ということでここまでのお相手はバルキリーアナトミアジオリジンのレナセーフ役トーマユミとアルトフェイル役のランズベリーアーサーでした。よくやったエインフェリアたちよ。トーマユミ、ランズベリーアーサーのバルキリーラジオアナトミア、この番組はスクエアエニックスの提供でお送りしました。FM916AM1134文化放送です。就活生の皆さん、企業の本当の数字チェックしていますか。離職率、残業時間、男女比、平均年収、勤続年数などグラフでわかる5秒で企業研究、文化放送就職ナビ、文ナビで検索。1月16日放送のアネスク、ゲストはこの方、
サンドリオンのオレンジ色担当黒木ほのかです。ピンク色担当相澤沙耶です。赤色担当小南です。声優ユニットサンドリオンよりこちらの3名が登場。のんことのび太のアニメスクランブルは超 A&G プラスにて毎週水曜夕方5時30分から。神田蘭が送るレビュー講談生誕110周年記念女優田中絹代物語1月21日日本橋公会堂にて午後7時開演。出演は神田蘭、神田松之丞、深川大輔、八文字博則。詳しくは 03-5561-9001 チケットポートまで。